島まりかだよ。 DJ ユニット活動をしながらモデルもやってます。かわいいですか？ありがとう。モデルも DJ ユニット活動も全力で頑張るから、応援してもらえたら嬉しいな。リーダーのリカがぐいぐい引っ張っていってくれてるユニットかな。マリカもサオリもダリアもあのパワーに引き込まれちゃってるの。マリカはコーラスとパフォーマンスをしてるよ。そうだな。タピオカは都内のお店全部制覇しちゃった。あとはふわふわのパンケーキも大好き。生クリームとかアイスクリームが乗ってるとたまらない。今度一緒に行く？梅干しが少し苦手かな。酸っぱーいってなっちゃう。でもたまに食べたくなるんだけどね。時間があるとすぐカフェに入っちゃうかな。何にも考えないでぼーっとするの。よく時間を忘れちゃうからアラームは必須です。ダリアに出会った時は衝撃的だったな。ものすごくかっこよかったんだよ。え？何があったかって？それはまた今度教えてあげる。それでね、一緒にいると女の子らしい一面もあって、あ、これも秘密。マリカが怒られちゃうわ。ハピアラのトゲツレイちゃん、実はレイちゃんのお姉さんに会ったことがあるの。お姉さんもとっても美人さんなんだよ。高校生の時からプロダクションに入ってて、いろんな服も着せてもらえるし、メイクもいろいろしてもらえて、新しい自分に出会える感じ。仕事を通していろんな人と出会えるのもとっても刺激的。モデルのコネクションが役に立つこともなんてね。自由かな。リカが私たちを解放してくれてる感じ。こんな自分もあったんだって。それはサオリもダリアも一緒だと思う。だからみんなも私たちのライブに遊びに来てね。